春日井市立八幡小学校は、愛知県春日井市にある市立の小学校である。1952年4月1日に、春日井市立篠木小学校文校として開校し、1953年4月15日に、独立した小学校となった。1943年には、東春日井郡勝川町、鳥居、松村、篠木村、宝井村が合併して、 春日ガ市が発足しているが、春日ガ市の市政施工事には、鳥居松小学校、牛山小学校、春日井小学校、小野小学校、高井小学校、篠木小学校、味吉小学校、勝川小学校の8校の小学校があり、いずれも明治時代に創立された由緒ある小学校だった。 太平洋戦争終結後の1947年から1949年にはベビーブームで多数の赤ん坊が生まれた。これらの子供は1954年頃から小学校に入学するが、これによる児童数増加を見越して9校目の小学校として開校したのが八幡小学校である。当時の篠木小学校の児童数は2000人を超え、 その収容能力は限界に達していた。まずは1952年4月1日に、篠木小学校文校として開校し、初代校長には小野小学校から転任した安藤新次郎が就任した。文校としての開校時の学級数児童数は12、学級615人だった。公園用地に指定されていた松林を学校用地に転用して、 1953年4月15日に独立したカスガイ市立ヤワタ小学校が開校した。1957年の児童数は982人となったが、以後は緩やかに減少している。1974年2月に体育館が完成した際には、1968年メキシコシティオリンピックと1972年ミュンヘンオリンピックで金メダル6個を含む、 メダル10校を獲得した中山明を招いて春公式を開催した。1987年の児童数は552人、1997年は383人、2007年は251人だった。2017年の児童数は221人であり、小規模校であるとされる。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。 ありがとうございます。